ラブパチラブスロパチパチパラダイス、ラブパチラブスロパチパチパラダイス始まりました。はい、パチスロ攻略マガジンのワルペコです。はい、パチコ攻略マガジンのリカ隊長です。はい、じゃあ今回はこの2人でやっていくということで、うん、まあ、この企画なんですけども、まあ、簡単に説明を。はい、この企画はですね、まあ、2人で、パチスロパチンコ両方実践しまして、そしてそれの合計がプラスならば、うん、私たちが、お店の中で景品を選んで、ほうほう、視聴者の皆様にプレゼントをすると、うん、前までは景品だけだったんですけど、今回それにプラス私たちのサインも一緒にプレゼントさせていただきます。なるほど。でも、まあ、はい、スロとパチであんまり一緒になることないから、そうなんですよ、若干のレア感は、レア感はありますね。レア感があります。自分たちで自分で自分で、はい、2人でだってないですよね。2人は初めて、そうですよね、うん、会うのも3回目ぐらい、ね、そうです、そんぐらいですよね。そんな私たちですが、はい、様子を見合って見合ってやっていきましょう。ちょっとどういう子か知らないから、なんか いい子です。本当にいい子です。ワルペコだけどいい子です。そう、名前が悪いよ、名前が名前が悪い、いいペコにしたもん。うち最初名前見た時ヤンキーかと思ったもん。ワルのワルだと思った。そうそう、ワルのワルだと思った。全然違ったけど、わかんない、本性はわかんないから。そうですね、なちょっと今日本心本性を知りつつやってもらおうかなと。、ね、はい、はい、じゃあ早速実践に行きたいと思うんですけども、あの例のあれを、はい、あれやりましょう、ね、じゃあせーのでいきますか。はい、はい、じゃあせーの、パチパチパラダイス、ひろき東口店です。パチンコ670台、スロット301台、ご来店お待ちしております。はい、ということで最初はですね、パチスロから実践していきたいと思います。撮った機種はこちら、オス番長3ですね。うちのリクエスト、そう、こっちのね、これがいいってことなんで、これが良かった、なんか空いてたんで、はい、よかったよかった。なんでこれでいっぱい出していきたいと思います。早速、はい、やっていきましょう。頑張ります、頑張ります。パチスロの実践機種はオス番長3、大人気稼働中の番長3でスタートダッシュだ。いきますか。うん、うちの勝ち、先にやったから。あ、そういう勝負があったんですか。そう、どっちが先に叩くか。じゃあ私先に当てます。あ、いいよ。うち当てれる自信はないから。結構打ちますよ、番長3。うん、スロットの中だったら多分一番、今ある中だったら多分一番打ってると思う。面白いですもんね、鏡が好きだから。あ、そうだ、なんか一回ショールームでご一緒した時も鏡さん好きってすごい言ってましたもんね。そう、そのためだけに打ってる。不思議な感じです。リンカ隊長さんとこう一緒に並んでスロットを打つっていうのが、うちに人とスロット打つの久しぶりかもしれない、並んで。ああ、あれ、うちもう記憶がないんだよな、いろいろ。え、記憶がない。基本的に昨日のこととかあんまり思い出せない。打ってる時何考えてます。何も考えてないかも。え、なんか考えてるの。あ、でもそういうなんかフリーズ引きたいなとかは考えてます。いや、それはあの、よくないよ、邪心じゃん。邪心を持ってダメですかね。何にも考えてない。今家帰ったら何しようなって考えてます。もう家帰ることですか。うん、来たばっかり。そう、来たばっかり。あ、でも普段打っててもそうかもしれない。打ちに行っても、帰ったら何しようかなとか。あんまりじゃ閉店まであれですか、打つことない感じですか。全然ない。あ、そうなんですね。うん、基本閉店までいるんで。すごくない、疲れないの。疲れます、疲れるけど、なんか大丈夫ですね。なんかさ、うちなんか夜型だから余計に、なんだろう、夜型の友達のが多いか、多いのかな、はい、なんか夜とかゲームする約束があるから。あー、なるほど。帰んなきゃ。まだそういう約束全然なんもないので。帰んなきゃとか。帰んなきゃ。え、それがたとえいい台でも帰るんですか。例えば
番長で6だ。1回だったら帰んないかも。それが分かってたら帰んないけど、まだまあどっちつかずっていうか、まだあんま分かんないなっていうタイミングで勝ってたら帰っちゃうし、ああ行きましたね。違うわ、チェリーやつだ。うん、チェリー初回対決ですね。いや弁当かもしんないよ。弁当だったら超熱いよね。勝ってください。おーラグビー、ワンチャンあるよ。そこでなんか引けば、絶対引けない、引けないようになってるよ。あーダメだ、もう終わった。宇宙の初回対決が、私も初回対決来ます。もう一回終わった。さあ誰、ノリオ嫌い、ノリオ強い、もうわあ出た、もうやだ、強い、もうダメだよ。おあ強い、わあでもしかも外れ、外れいいね、何も揃ってなかったんです。これあるんじゃないですか、ね、勝ったすごい、もらったじゃん、初回対決もらいましたよ。意外と簡単にやったね。152ゲームですね。これは初回対決を勝った可能性が高い。え、なおかつあれですよ、 80% を取れば私爆連が始まります。ここから確かに強いよ、それは。じゃあ行きます。もう負けないじゃん。もう負けないですね。では ART いきます。もう一回、はい、来ました、もう大事、当てちゃっていいよ、当てちゃいましょう。さあ誰、あさっきめっこ以外、あーバトミス、まあ中対決、ダメでした。勝てないようになってるもん。なんかさ、うちパチンコよりスロットの方が意地悪だと思ってて、はい、なんかさ、スロットはその自分のタイミングで抽選をするじゃない。あそうですね、このレバーとかボタンとかで。だけどパチンコはさ、抽選するタイミングを選べないじゃん。選べないですね。って思うと、なんかスロットはそうやってなんかレバーに思いを込めろって言ったりとかいう割には言う通りにならないから、一番なんか性格悪いなって。全てがもう自分のせいですからね。え、そうそうそう、全部うちのせいみたいな。まあまあパチンコはあの入っちゃう時ありますからね。入っちゃった、球で当たっちゃったみたいな。そうそう、入っちゃった球で当たっちゃうから、あれはなんか意地悪とかあんまないじゃん。そうですね。あ、一応ボタンじゃん、継続して、いけ、よし、いいよ。やっぱいいやつなのかな。え、まだ、あの、一応リアル。次も超えたら、もしかしたらってあります。何もしたって。さあ、継続です。いやー、さて。さあ、当たってない。当たらないけど。あー、割れなかった。残念。2連171枚ですね。いやー2連か、朝話してたやつですね。リカ隊長さんが初回対決取ったっぽくて、あーそっか、それこの話か。朝並んでる時にそんな話したんで忘れん坊、うん、何を考えてきてるんだろう、うち本当に何も覚えてない。なんか一番聞かれて困るのが、ライターになって何年目って聞かれるのが一番困る。あ、何年目なんですか。分からない、それを聞いちゃうけど。数えないと分かんない。なんか3年頑張ろうと思ってて。あー、はい。なんかどんだけダメでも3年は続けようと思ってて、3年までは数えてたかな。数えてなかったかも。でも3年以上経ったからもう数えないから分かんない。なんか何歳
いの時になったかも覚えてないし、あとマンションとかもさ、なんか2年更新とかあっても今何年住んでるかとかいつ住み出したかわからないし、あでもそういうのはそうですね、なんか何もわかんない、昨日何食べたのって言われてもちょっとまあ考えないとわかんない、それやばいっす、ちょっとやばいっす何も考えてないんだと思う、昨日何してた日とかもあのカレンダー見ないとわかんない、ちょっとあの悪いふうに言えばちょっと忘れっぽいですけど、いいふうに言えば嫌なことだっても忘れられるタイプですか、嫌なことは覚えてる、あ嫌なこといや根に持つタイプだから嫌なことは覚えてる、そこも忘れられたら一番良かったですあそういえば新潟さん、あのちょっと待ってくださいね、うん嫌だ何、ね、気になるから忘れてたんですけど、この上のデータ表示キーでこの次へって押してもらって、メニューを押してもらって、で次そうするとマイデータってあるじゃないですか、はい、これを押してもらうと、で開始と押すと自分の回したゲーム数だったり自分だけ あのサマイ数が分かったりするんですよ、めっちゃ途中からじゃん、そうです、あのすみません忘れてましたなんでまあ途中例えば夜から打つときとか自分だけのが見たいなってときは押してもらえるとすごい便利なんで、なるほど、ね、今日これ忘れっぽいって言ってたんで、うん、何ゲーム回したっけとか言うときのすごい役に立ちます、これそれは確かにそうなんでやりましょう今からもうやったよ、やりましたねじゃあこれでじゃあ帰りに見ずに帰っちゃうんですよやってること自体を忘れちゃうっていう、それはある。こちらのデータカウンタはビグモプレミアム、サイドランプにまでこだわった色鮮やかなイルミネーション、大画面液晶で見やすさ使いやすさはもちろん、実機と連動したさまざまな演出がプレイヤーを祝福、さらにマイデータ機能で個人遊戯記録の保存分析なども行えます。皆様もぜひご活用ください。今何ベルですか？39。あ、もう32超えちゃったんですね。そう、だから今完全にね40、45まっしぐら。あ、でも今39のところで一応煽り入ってます。チェリー引いたんだけど、はい、チェリーかな。いや、でも39のところじゃないですか。一応39ボード A のところがあるんで。あ、でもチェリーの可能性もあるのか。まあ夕方がせるからわかんないけど。そうですね。お、あ、お、お、ねえ、待って、もうね、うち1個分かんないことあったんだけどさ、三連チェリーってさ、関係ないね。三連チェリー引いたんですか？いや、うち今引いたの。そのチェリー引いたって言ったじゃん。それ三連チェリーだったの。でも三連チェリーとか関係あったけどって、もう7の記憶しかなくて。私もその目で止まったことがないので。そう、うちも止まるわけないと思って。てかペッペッて押したらここチェリー止まっちゃったから。いや、でもチャンスチェリーだと思いますよ、それは。本当に？あ、三連はチャンスチェリーです。やっちゃった。取れてるかな？三連はチャンスチェリー。引いちゃった。ごめん。そこわーってなるところ。わーって。じゃあチェリーから、チャンスチェリーから。いや、しかも設定差ありますから、チャンスチェリー。ね、じゃあちょっと合成で直してもらえますか？あー、チャンスチェリー引きましたこれ見ないで差し込んどいてください、その映像。ごめん、引いたわ。私たちでも途中からなので、まだ9ゲームしか回してないってことなので今日の全体のが見たかったら、あの左側のこのこっちですねを見てもらえればわかりました。ありがとう、おめでとうございます。もっと喜んでよ。いや、なんか驚きを隠せないですよ、いつの間にか引いてるっていうこっちの連打からやる？リール止める方からやる？連打からやりましょう。連打からやりましょう。え、押したい？いや、絶対押させないけど。なぜですか？いくよ。あ、やば、やば。え、これ見たことある？この演出。多分ない。あ、そうなんだ。バンカー。通常時のチャンスチェリーだから普通に ART 確定。はい、ART 確定です。いわー、もう余裕じゃん。普段だったらでも負けますから、バスケットボールは普段はてか普段なんか
3連チェリー狙わないじゃん、7狙うじゃん。7狙います。だから完全にミスだと思った。すごい見たかったです私。え、嘘、ごめん。じゃあ放送を楽しみに。おめでとうございます。ありがとうございます。やったやった。でも結構使ったよ、9000パラダイス。あー本当だ、これだった。見たかったわそれ。だから放送楽しみに。なんかチェリーを引いてるなって思ったんです。ただ、うん、見えないんですよ。で、そうだよね、場所によっては。そう、見てたら多分反応してました、うん、ちょっとってなってましたけど。48で対決した。なんだろう、45のやつかな。ああそれでいったのかもしれないね。あーダメそうだな。ダメだ。お、お、もう一回、もう一回。いやーもうこれが無理だよ。あー最後に引いた。いやーでも白、うん、めっちゃめっちゃねじる、めっちゃねじる。なんだよ、ダメだった。分かってました。ひどっ。チャンス目ですか。チャンス目。ああ対決そのまま行くんだ。勝ってください。勝って、バスケットボールなら勝てる。めんこ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 とか。何それ。リプレイする、リプレイ。うん、ここで目押しで止めるから。ナビ出てんのに。止めるからちょっと待ってて。はい、つまんない。分かった。隣がこういう子だとつまんない。分かってました、分かってました。分かんなかったじゃん。お、お、お、ほら、分かんない、分かんない。ああ、分かんない。分かった、分かった。もう隣が悪い。なんかもっとポジティブの子に変えてほしい。分かった、分かった。外れて分かった。冷静なんだもん、なんかもう。わかりました。じゃあ次対決が来たらおかしくなるんで、うん、もっと盛り上げて。わかりました、わかりました。突然のハーレーかもしんないよ。わーって、もうハーレーじゃなかったこの後に、そうですね、この後にファサーって落ち葉来て、なんか引いてチェリー引いて乗るかもしれない。お、赤い。ちょっとびっくりしたけど全然違った。おめでとうございます。まあでも普通だ。ここであるか、あるか。あー、でもハーレーかもしれない。そうですね、本当にでもありますからね、ライブ的にあったら。じゃあここでパサーと落ち葉がない。お、いやでもでも、おお、いった。上手だ。上手ですね。ループもらってるんですね。ね、ラッキー。なんか3日目だから一瞬ぼーっとしてるとびっくりしますよね。今日が何日か分かんないもんね。そうです。今何日目だっけ、ね、おー、いった。 OK、 勝ってください。頑張る。おー、おー、6。あー、ここで行っちゃうかな。行っちゃいそうです。いやー、まあ、まだ、でもまだだよ。調理実習、調理実習。ラグビーでしょ。ラグビーだったら超熱いですね。ラグビーだよ、この流れは。ラグビー大丈夫。調理実習、調理実習。どれでもない。どれでもなかった。でもチャンスですね。頑張ろう。お、出る。いってほしい。おー、でもいいよ、頑張れてるじゃん。あー、もう一回、次、次。あれ、普通だ。この次ですか。ね、目押しするから、ベルを。目押し。ベルを目押しするから、ちょっと待って。
張ってほしい。おお、4球目だ。いや、もろたでしょ。これはもらいましたね。だってあんなに頑張ってたんだもん。やったー。ボタンは、あ、白だけど、白だけど。あー、開幕、怒った。怒った？怒った、ムカつく。めっちゃ今いいタイミングで叩いたのにな。叩き方も良かったと思うの。あ、あるんですか、そういうのが。ちはやふるみたいな。あ、パーンって。ボーナス誰派？ボーナス私は、みさおちゃん。うち一回もみさおやったことない。なので可愛いんですよ。可愛いとか興味ないんだよね。いや、神社で お願い事をするんです。恋のお願いをね。その時に後ろ振り返ってニコって渡った時のみさおちゃんがまあ可愛い。あれ見ただけで負けてても許せますもん。OK、めっちゃ許すやん。あんま負けてたら許しませんけど。鏡が好きになってから鏡でやってたの、サラリーマン番長の時に。はい。その名残でたまにこのカオル先生にするけど。あ、完全国旗ですもんね。そう、基本的にはトドロキでやる。でもなんかさ、鏡めっちゃかっこよくてさ、はい、あ、かっこよくないのかな、うちはかっこいいと思ってるんだけどさ、はい、かっこよくてすごい好きなんだけどさ、なんかこうやって当てはめると怖くなわけじゃん。そうですね。そう思うと鏡の存在ってなんかすごい尊いよね。確かに、そう考えると。さあ、結局一個も乗せれませんでした。あった、2個ぐらい溜まってないかな。さあ、いや、あるよ。ナビなしあるよ。お、白だ。でもまたナビなしだ。 LB、 うん、次引けるじゃん。なんかあるんじゃん。あれ、そうですね。さあ、どう、カットインは。あ、あ、ベルか。ベル、じゃあチャンス目回るよ。チャンス目だ。上手すぎる。ねえ、負けたんだけど。いや、負けて勝ちます。パキーンってパキーンってなります。絶対勝ちますね。嘘っぽいんだもん。いや、チャンス目 100% 確定です。勝ち確。ワルペコが言うと全部嘘だよ。違う、嘘だ。もうそれで負けたら最悪です。でも絶対勝ち確なんです。大丈夫です。スロバガに乗ってようが、どこに乗ってようが、ワルペコが言うと嘘になる。いや、ダメダメダメ。変なイメージをつけない。その日に限ってバグるみたいな。いや、何色だと思う？黄色。黄色？ポジティブに言って黄色。やば。ああ、やばだ。青って言ってくれたら青だったのに。何なんだ？何なんだ？なんか悪くなってたよ。何なんだ？分かる。一回でいいのに結構連打しますよ。反応してないかもしれない。とりあえず1個、この安心安全な継続。いや、終わるかもしれないです。なんでそれ。でも終わっちゃうかもしれない。リカたちさんのは終わるかもしれない。いや、ここ光ってたら大丈夫。いやいや、終わる。いや、終わる。やばいよ。これで終わったら、おお、天才じゃない。みんな見習います。ほら、なってんだ、こういう風にちゃんと。よっしゃ、安心。ねえ、まだまだ待ってるんだけど、ずっと修学旅行先でちょっと今渋滞に巻き込まれてる。ワルペコ待ちだから、ずっとバス渋滞してます。ちょっと早く来て。行きます。岩尾めんこ、ここでいて。お、あ、もう無理。諦めて、諦めすぎじゃん。お、商店街行ったから。早く諦めないで頑張ります。またちょっと一番パラダイスがなくなるんで。あら、追加投資パラダイスします、ね。モロタ、モロタでしょ。もう来るでしょ、さすがに。モロタ、もらいました。もらいました。もらいましたって言うんですか。もらいましたですよ、ね。もらいました。
おお、これはもう、もうこれは大丈夫でしょう。いなくなって、おお、対決。カツラ飛ばなかった。早いですでも。対決が早い。超対決。あ、もう余裕だ余裕。余裕ですよ。もうこんなの勝たなかったら嘘ですよ。これあれですね、もしも、ま、万が一、ま、外れてないですけど、外れてたら最悪です。よかった、放送事故だよ、放送事故、放送事故やろう。お待たせしました、待ってました。じゃあ私、ながら先対決いきます。バトン、おお、中対決いけるでしょ。コメント、おお、食材しまくった。お、キツメが出るか。オッケー、勝ちました。やったね。何色だと思います？うん、赤。赤青ですか。下手くそ。赤って言葉にびっくりしました。やっぱ目標は高めにね。そうですね、見てなさい、見本を見せてあげるから、違う、はい、これをまずバーを目安にベルを狙いますもうあーダメだ。あれ、ちょ、チャンスアップが、おお、ベル釣ったー。釣れや、足を、足を釣れやこんな文句あります？足を釣れや。いやでもこれもういっちゃうから、逃げ、もうベル2でいっちゃう、いけやいやでもこれで、もうなんでやってんだ、おい、人はおらんのか、人は誰かおらんのか、こらこら、あ、来た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 、いいよいいよ。いや本当にちゃっちゃってやってもらわないと時間ないから。そうですね、あ、ボトビントンだ、やろうやろうやろう、行っとこう、行っときましょう。おー、ベル、いいよ、いや大丈夫でしょう、大丈夫であってほしい。やったー、青、まあ大丈夫です、でもストックが10個乗せよ、めっちゃ目標が高いあー、何してんだわ。255枚です。でも2回当たってるからね。そうですね。ね。コングラチュレーション。わ、めっちゃ褒められてる。おめでとう、先輩。Thank you, baby。ありがとう。あー、なんもない。割れ、マジで割れ、割れ、割れ。あー、ダメだ。いやー。これも普通。いやでも頑張ったよね。頑張りました。すごい頑張ったと思います。頑張りました。はい、ということでですね、まあ、2人ともキリがいいので、ここでバチェラーの実戦は終わりたいと思います。で、今2人の合わせたと、あれが2番パラダイスぐらい。はい。で、リンカ隊長さんが結構出してくれたので。そうなんですよ、頑張りました。なので今300パラダイスぐらいプラスだと思います。あの、私ちょっとこの後のね、パチンコの方では頑張りたいと思いますので。そう、どうせうち引けないからパチンコは。お互いの逆のフィールドで頑張るって感じで、ね、じゃあ後半も頑張りましょう。頑張りましょう。それではこの後はパチンココーナーに移動したいと思うので、はい、ちょっとうちが台を、はい、見てきます、責任を持って。というわけでワルキューコちゃんはちょっとスロットコーナーの様子を見て、はい、名残がないか、まあ、そうですね確認してきてください。わかりました。それで下にじゃあ行きますね。はい、待っております。わかりました。それでは行ってきまーす。はい、行こう。行きましょうか。バイバイ。店内を見ていこうと思います。まずスロット魔法少女マノカマイカがね出てるんです。やっぱり結構出てますね。角と真ん中。絆コーナーと番長コーナーですね。ここからパッと見て
に分かるように結構もうねコインをもう出玉持ってる人がいて、カード持ってるしここを持ってるで真ん中この方に別積みしてる。でやっぱり粘ってる人はあの子役カウンターを使って粘ってらっしゃるので、だからやっぱり設定が入ってるのかなと、いい感じなのかなっていう印象ですね。やっぱこの時間でこんだけやっぱジャグラーが埋まってるっていうのは、今お昼過ぎぐらいなんですけど、やっぱいい状況なんですかね。こっちも埋まってるもんな。ジャグラーだったかな今日は、朝からジャグラーじゃなくて埋まったかな。まあでも凛花隊長さんがやっぱりプラスパラダイスにしてくれてるんで、私はパチンコで選んでもらった台で頑張ろうかな。で私は結構プラスなんですけど、ワルペコちゃんがマイナスになっちゃってて、それでもなんかそんなにひどいマイナスじゃないんですよ。なのでライトあたりとかでいい台があったらなと思ってたんですけど、まあ、シンフォギアはちょっと2人で一緒に座れないですね。結構あのパチマガがやってるユーザーアンケートみたいなのでも結構上位に来る機種なのでいいかなと思ってたんですけど、結構こちらのお店さんがこの黄門茶碗とかちょっと古い機種なんですけど、こういったのも台数置いてあって黄門茶碗もいいかなと思ってる機種です。あと一番台数が多いのが海コーナーになっていて、ちょうどお昼時だから皆さん負け、あ、そんなことないわ、混んでますね、やっぱ海コーナー混んでますね。うーん、どうしようなんブラックライトとかがいいかな。この台とかすごい、めっちゃドル箱高いあ、なんか台数も一番海が多かったんですけど、海結構こっちの芝もすごいですね、高い。この沖海コーナーも結構お客さん打ってます。でその他だとこのミドルコーナーが結構お客さんがついてますね。新花の刑事2とか、あと新しい台フェアリーテイルとかのバジリスクなんかもこのミドルコーナーにあるんですけど、ここが結構混んでます。これか、はい、ブラックライトかなと思うんだけど、どっちがいいと思う？黄門茶まで、あらら、こちらでかしこまりました、はい、右と左どっちがいい？さっき左の方が出てたんで左にします。言うと思ったじゃあパチンコは黄門茶まを、はい、カメモリジャッジメント打ちましょう。打ちましょう、キープ。パチンコの実践機種はCR 黄門茶碗神盛ジャッジメント、ライトミドルタイプで目指せプラスパラダイス。でこの機種通常時の大当たり確率が約199分の1、はい、で、へそでの ST 確変突入率は 50% になっています、はい、でもし時短になっちゃった場合、 50% が通常当たりなんだけど時短で電柱で引き戻せばもちろん ST になるので諦めずに、はい、頑張ってプラスにしましょう。はい、頑張ります。でもね、うちいかんせんこれ下手くそだからね、ダメかもしれない。私打ったこと1回あるかなぐらいですかね。本当？なんか出たばっかの時っていうか、うちパチンコのスペック結構なんていうの、粗めのライトが好きで、当たりやすいけど、はい、出すの大変だよみたいな台が好きだから、アマデジとかもそうで、あの時短引き戻しのタイプとかすごい好き。あ、面白いですよね、うん、でも粗いよね。粗いですね、どっちを取るかですよね。そう、なんかゆるく遊びたい時とかは海のアマレジとかすごい好き。あ、そうです ね。セクションモード当たった？いや、なんか通行券を3つ、違う、通行手形を3つ集める。マジ集まんないから。はい、終わりました。お疲れ。当たった？1回も突破したことない。突破するとやっぱ暑いんですかね。でも行き先次第みたいなところがある。結構どこに発展するかで全然信頼度というか期待度が変わるから。もうそうなんですね。
うちなんてチャンスって言われてこれだからね、後期って言われてなんか泳いでますよ、下魚群ですか。さあ何を魚群じゃない色のない魚群だった。全然綺麗じゃなかったよあ、なんか何ですかこれ。あ、でも赤後期で連続ってなってるから連続予告がなんか手が出てきました、さっき見てなかった。連続、あ、それはなんかあの下にある、そう、それを顔が出てくるとあのコウモチャマのあの怖い顔の方が出てきて、あのチャンスアップっていうかその周りの枠の色とかが赤になったりとか変わる。でも連続予告さ、でも 30% ぐらい期待であるから展開次第では。あ、でも出てくるんじゃない。お、あ、来た。でここ色変わるはず。あ、赤くなりました。その上がね、さらに金があるんだよね。あ、そうなんですね。そんで虎柄だともう超激アツ赤オイリ。あ、楽曲だったらあの、お、お、待って、いいじゃん、これネクスト。お、いや、これはどこまで続くかというか、これ超えれば。そういうもんよミュージックリーチはそうよ。あれはね、ミュージックリーチの中でちょっと期待が高いってことなんですね。なるほど。あの曲が4曲ぐらいあって、はい、なんかその曲の種類によったりとか、あとロゴ落下っていうチャンスアップとかもあるから。なるほど。もうそれぐらいでパチンコ当たると思われちゃ困っちゃうよ。いやなめてもらっちゃ困っちゃうよ。いやでも期待度的には多分パチロード超熱いんで。そう、わかる、それはそう。赤まで行ってから連続してほしい。熱って出てるよ。え、だから嘘だから、嘘だから。嘘なんですか。嘘嘘、こんなまだ、もううちは虎柄とか出るまで信用しないまであるから。あ、出たじゃん。いやだって左側がいいって言った。嘘嘘。あ、今の見間違いか。見間違いです、見間違いです。いやだってそうしたらなんかうち上手ってなっちゃうもん。パチンコもスロットも上手ってなっちゃう。そうですよね。ワルペコいらないってなっちゃうもん。じゃあ帰りましょうか。ほら外れた外れた外れた、ほら外れ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 、そうだ外れ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 、当たんない当たんない。うわー、過去かな。もう当たりましたよって。いやー、これはもういただきですね。お先。さあ、私はこの後 ST に入るかどうか大事なとこだからごめん。あ、じゃあ私こっちで楽しんでます。うん、はい。すごいリアル。するかどうか。めっちゃリアルじゃないですか。めっちゃ綺麗だから。集まればいい。これでそう人数を集めてくんだけど、いやー3人全然ダメなやつ。これで完全懲悪が光れば ST。 あっ、うまー、うまー、うまー、やったやった。私もいいですかね。私もいらない。先帰ってる。いや、帰っていいですか。もう私いるとマイナスになっちゃう、困るんで。そうだ、ちょっと頑張ってちゃんとやってよ。もう無理あー、よかったよかった。いいなー、心の底から今羨ましいです。これね、確かこの100回転以内に当てないと潜伏しちゃうんだよ、残りの。あ、そうなんですね。18回かな。だからね、この1回目結構大事。一応夜になりましたね、私も。先読みみたいなのしてる。してます。いただきでやんすって言ってます。じゃあもう当たりでやんすってことじゃない。そうなんですか。お、手が出てきた。なにこれ。ここで成功すれば下が色変わる。赤。もう下から金とかまでいってほしいね。何ですかこれ。成功。ってことは連続よかった。あ、落ちてきた。いいじゃんいいじゃん。
ロゴ落ちも一応チャンスアップお願いします。3まで行ってほしいね。そうですね、連打。あ、でも期待ってなってる。あ、あ、おきんちゃん保留。あ、熱っ。いいんじゃない。あ、一応赤のお入りも出てるし、スケさん。いや、これでとりあえず発展しないと。お願いします。あ、でもなんかやってる。千里眼の術。あ、あれ来るなの。完全超悪。いいじゃん、いいじゃん。いやー、ほんとに。あとは相手、相手誰。相手、相手いっぱいいるよ。腹根、あ、違う、この人ですね。あ、違うんだ、まだいく。あ、あ、赤のタイトルになった。あー、でも完全超悪リッチ自体が、お、これで 63% とか。おー、すごいですね。そこそこ信頼度があるけど、ロゴ落ち、うんうん、一撃ダメ。そうだ、復活はないんですか。いや、あるでしょ、復活も。でもそれぐらいじゃ復活させてもらえんと。なんだ、あ、緑保留だ。赤になっちゃえよ、ユウなっちゃえよ。あ、オギー保留になった。これはチャンスって言っても、まあ、32% ぐらいしかないけど。あ、そうだ、そんなもんなんだよね。赤になってほしかったな。あったかいじゃない、もう全然気持ちいいとかじゃない、もう火傷するほど熱い湯に入れいや、そういう気持ちでしょ。熱くなれば熱くなるほどですよね。熱くなれば熱くなるほどだから。火傷はちょっと平気でそういうこと言ったか、やっぱはい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 、もっと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 。あー、ダメじゃん、もう。やっぱ火傷するほどとか言うからですよ。怪我させようとしたから。そう、終わっちゃったんだけど。そうなると潜伏なするんでしたっけ。そう、これで ST 回数が28回転なので残りの28回、まあ、4つ保留が入ってれば24回分は確率変動はしてるけど左打ち召喚なので、また 50% の壁が出てきた。なるほど。まあ、なんか占領箱が出た。当たった、わかんないです。どうなんですか、熱いですか、どうなんですか。いや、これ占領箱の開くでしょ多分。あ、でも赤いよ。連続演出成功で大チャンスだけど、成功するでしょこれ多分。そうですね。あ、夜になった。あ、しないんだ。いや、でも完全超悪。あれ、連続演出出なかった。あ、閉まったら。お、いった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 。閉まればだよ。あ、閉まったじゃん。だから多分完全超悪をずっと煽ってるから、完全超悪に行くんじゃないかな。あ、また連続出てました今。あ、連続英国さんでしょ。まだ多分それで連続英国が止まって、この後にずっと完全超悪はさっき出てたから、うっかりうっかり御三家かわいい。なんか釣った。いや、違う、なんか釣った。釣れたでやんす。何が釣れたの。なんか金の箱がここに。え、めっちゃいいんじゃないの。これ金ですか。見たい、覗きたい。あれ、なんですか。ちょっとよく見えないけど、でもそれ多分なんか出てくるでしょ。完全超悪ってことは、これせ、この演出が外れても完全超悪に行くから、で完全超悪で、あとはもう敵が誰が出てくるか。そうですね、またチャンス、大チャンスですね。ブルブルしてる。いいの出して。連打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 。いけ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 。いや、これ変えたらいいよ、これ変えたらいい。あー、どうですか。あ、美咲だから。まあまあですか。でも 71% だよ。でもそういうこと言うとさ、落ち込んじゃうでしょ。トータルだから、トータルだから。チャンスアップゼロとかだったらもうきっと 2% とかだから、きっと差が激しい。そうやって言っとかないと落ち込んじゃうから。お願いお願い、本当にお願い。当たって最後ボタンが飛び出すとかもあるよ。よかったじゃん、当たった。
ね、8000パラダイス入れました。いやー、 ST 入れたい。ナンバーもう今の現状で多分49%は 50% で、あー、3ラウンド、そうそう、3ラウンドが 49% で16ラウンドじゃないと思うから、50%のゴッドッチを取ればいいですか。レンダ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 、増やせ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 、まだ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 、はい、ダメはい、若さきだと取りに行きましたよね。うん、行った。お願いお願い、いけ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 、お願い、お願い、ほら、だからうちがやっぱダメな見本見せちゃった。あんな風になんないもん、普通。落ち込んだわ。そう、たまちゃんも出ないし、あんな風になんない。これで、じゃあ、時短になるわけですね。さようでございます。100か50ってことですか ?50 なんですか ?50! 頑張って。頑張ります。うちはね、もうすぐ ST 回数が終わる。本当ですね。この保留で終わっちゃうな。あ、赤赤赤赤赤い。あ、あるあるある、ブルブルしてる、赤ボタン出てる、そこのインタ、あ、赤、もう一回上がってくれるともっと信用できるけど、これ仕事やろう。その間に私は ST が終わりました。おー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 、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いいじゃん、静まれい、いや、これだって外す方がおかしいって。いや、そう、あ、ごめん、言い過ぎた、言い過ぎた、言い過ぎです、言い過ぎた。レバー来るじゃん、レバー来た来た、よし、やったよ、やったやった、あー、よかった、 ST ですね、ね、うまい、よし、何ですかこれは。これで 70% で16ラウンド終わったり。なるほど、おお、点差すごいすごい、やった、これもう番長なんだ、秒で取り返せるよ。そうですね、うん、気づいてないかもしれないんだけど、はい、この筐体のここのレインボーの光り方がうちすごい好きなので、なんかメーカーによってレインボーの色って違うじゃん、はい、すげえ優しいレインボーなの、なんかちょっとミルキー感があるというか。あ、次当たった時見てみます。あ、ちょっと見てみて、おうおうおう、もう一声、あ、リーチにはなりそう、ブルブルしてる、ブルブル、うんうん、これ火傷するほど熱い湯に慣れていった方がいい、火傷するほど熱い湯に慣れやけ、まだまだ、もっともっともっと、もう一回もう一回もう一回、はい、もう一回、もう一声、火傷しちゃう言ったやけどしちゃうなんて勝手にやけどさせたでしょ今勝手にやけどさせました。おお、いいじゃんいいじゃん、赤い、ボタンも赤い、そうそうそう、当たるでしょこれ、だって武器が赤だもん。あ、もういったじゃん、これは金だよ、うまいうまい、やりました。あ、本当だ、綺麗、あ、本当に柔らかいですね、見とけや、もう忘れてました、あんなに振ったのに完全に忘れてました。あ、3ラウンド、本当だ、なんか高速パカパカだからちゃんと打たないと、はい、あ、おぎんちゃん、これ 32% ぐらいある信頼、ここでもうちょっと、あの、あ、これは行ったでしょ、何ある、いや、もうこれもらったもらった、あ、アップ、スーパー、やった天才だな、天才ですね、これはやったよ、大好き、こうもんちゃんは、やば、軽大好き、軽それなんか違う撮影でも言われましたね、はい、これどうすればいいですか、これで16ラウンドか3ラウンドか分岐、どれがいい、一撃ですよ、大パンしないでよ、イエーイ、よかったよかった、じゃあ全ての力叩き込めて言われたら本気でやっちゃうかなと思って、よきによきに、よし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 、
あ、いや、完全超枠だ。ダメ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 。おいいよ。もう一個行く？でも誰が来るか分かんないからさ。あれ？いや、これは超チャンス。いや、当たるかもしれん。待ってますよ、一足先に。修学旅行の逆転。いや、これは大チャンス、私が今。ちょっとうるさいな、キュインキュインがうちかもしれない、うちかと思ったから、ちょっと静かにさ、勘違いしちゃうから。これでも最強リーチですか？ではない、最強リーチ。でもまあ、リシンライドはこれが一番高くて、これと別にもう一つ、あの、あ、マロマヨみたいなマロに倒すと、これよりリシンライドはちょっと下がるんだけど、 SD 突入濃厚になる、ね、優勢優勢。これはいいよ、このリーチ自体は関熱枠の中で一番チャンスなので。ただ予告っていう予告がほぼまあ、なかったというか、あんま見てなかったけど、保留ぐらいしかなかったから無視してたし。いや、ロゴも落ちて優勢も出てて当たってもいいけど、こういうのが外すのがやっぱあれ黄門様かなっていうところあるけど、あー、これいける、よっしゃー、いけたいけた。いや、でもこういうの外すのが黄門様みたいな、なんかあるじゃん、ありますよ、醍醐味みたいな。なんか全然外れてもでしょうねって感じだった。よかった。気持ち的にはもう無理なんだけど、わわ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 、やる気だ。全然出てこんかったよ誰も。いや、いける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 、これはいけるいけるいける、いけんのかい。何やってんねんほんま。というわけで通常あたりでした。はい、いや、ここはでも全員揃ってるぞ。ちょっと待って、うちも控えおろうなんだけど。うわ、これ外したら落ち込む。あ、これで当たりましたよね。うん、でこれで外れたらうち落ち込むって。あ、どうなの。待って、てんやわんや、てんやわんや。あ、赤赤赤赤、あ、保留は赤、保留は青、なんだよ、保留は青。いけ、やった、すごいすごい、うますぎ。うちらこの番組が向いてない、むしろ。あ、タッチだって。すごいすごい、ハンドクリーム塗ったからやっぱスベスベだった甲斐がある。やったやった、あ、弱い、やった、当たるもんだね。本当ですね、やっぱさ、199分の1ってそういうとこあるよね。そうだから、リターン50でも引けるんじゃねみたいな。319とかだとちょっと引ける気しないですよね。ね、あ、でもいい攻撃じゃない、一撃、これはいいだろう。よし、めっちゃドリドリじゃん、やばいですね。スロバがやめなよ。こっちの方が向いてるかもしれない。そうそう、パチマが来た方がいい。さあ、じゃあさっき一撃やったので、違うのにすんの。はい、あ、違った、あ、もう決まった、あ、決まった速攻。いや、選べなかったです。あ、やらせてくれなかった。やった、16ラウンドなんと持ち球がもう5000発を超えてるので、多分パチスロと合わせてもプラスパラダイスになりました。あー、終わった。3回平均的なやつですね。でも、いや、でも良かった、16ラウンド取れたから。そうですね。残念。これ。いや、でも頑張ったでしょ。平均多分2連とかじゃない。3連すればいい方だよ、平均で言ったら。頑張りましたね。パチンコパチスロの実戦が終わりましたので、はい、結果を発表したいと思います、はい、じゃあまずスロットからお願いします。スロットはですね、プラスパラダイスです。やっほー、言い直して。え、リンカ隊長がプラスパラダイスです。はい、リンカ隊長さんがプラスですね。はい、はい、続きまして、はい、パチンコはダラララララララプラスパラダイスです。両方プラスパラダイス、両方2人とも、これは2人仲良くプラスパラダイス、はい、というわけで
で本日の結果は、はい、パチンコスロット両方合わせてプラスパラダイスです。やりました。やりましたね。ね、よかったよかった。無事にプラスで終えられましたので、はい、プレゼントの用意をしてまいりました、はい、こちらじゃじゃん、これです。ちょっと見えますかね、大変繊細な作りになっているんですが、パチンコスロットキャラクターのジュエリーチャーム、うんうん、なんかキラキラでできたストラップというか、そうですね、ゲットしてまいりましたので、こちらを4名の方にプレゼントしたいと思います、はい、かわいいよね、これいいよね。これ番長のパンダですね、はい、結構ずっしりとした、うん、でキラキラの仕上がりなので目立つことは間違いなし、はい、そしてこちらですね、私たちのサイン、はい、うん、しかもね、今日の一言もつけてあるスペシャルバージョンをですね、はい、書かせていただきました、はい、でこの景品のどれかにこの色紙が1個セットでついてまいります、はい、ちょっとどなたに当たるかわからないんですけど、楽しみにしていてくださいませ。はい、はい、では、はい、今日1日振り返ってスロットどうでした？はい、スロットは今もちょっと見てきたんですけど、やっぱり朝からメインですかね、一番多いマイジャグが埋まったり、あと絆だったり番長だったり、あとスロット魔法少女マドカマイカだったりっていうのが埋まってて、結構もう今も混んでるんですけど、私が見た感じやっぱり出てた、そう今言ったのは結構出てます、うん、なるほどね、なんで羨ましいなっていうのと、もしかしたらスロット魔法少女マドカマギカがなんか結構粘ってる人が、人も入れ替わりでずっと粘ってる人もいるので、なんかいいなという印象でしたね。なるほど、はい、なるほど。パチンコの方は朝一もう一目散にスロット行ったから朝の状況全く見てなかったんですよ。でお昼のちょうど朝一から来て帰る人が出始めるような時間にパチンココーナーに降りたんですけど、海コーナーやっぱ台数がこのお店さんの中で一番多いのが海シリーズなんですけど、お客さんが結構いっぱいいて、なんかね、玉の積み方がすごい独特だった。高いの。あ、高かったですね。そう、だからなんかかっこよかったです。でなんか埋まってて、はい、最初は海も後半打ちたかったんですけど、もう無理だったね。そうですね。というわけでなんかすごい盛り上がってて、海もここで打ってみたいなと思いました、はい、というわけで今日の実践はこれで終了になります。次回もまた見てくださいという思いを込めまして、はい、最後に決めポーズでお別れをしたいと思います。はい、それではどういう感じでいこうか、せーので、次回もまた見てください、はい、せーの、パチパチパラダイスって感じ、ね、そうですね、はい、行きましょう、はい、次回もまた見てください、せーの、パチパチパラダイス、パチパチパラダイス、次回もお楽しみに。